こんにちは、サトマンです。今回は買い物をしましたので、それの報告をしようかなと思います。今回購入したものはこちら、タイムモアの C3 です。お値段なんと4000円でした。タイムモアの、C3、 だいたいですね1万2000円で売ってるんですけど、値段もですねびっくりの4000円で買うことができました。買ったのは、アリババエクスプレスです。アリババエクスプレスで4500円くらいでですね売ってたんですね。4500円で、値引きをしていてですね、アリババエクスプレスにはコイン割ってのがあるんですね。コインを持ってると、さらにそのコインを払ってですね値引きをすることができるんですけど、でそのコイン割が効いてですね4500円の、4000円で、買うことができました。アリババエキスプレス、偽物が届いたとかですね何かと評判が良くないんですけど、そういった場所で買ったのもありますので、これからですねまずタイムマの C3 を開けてですね、中身を一通り、確認して、それからですねタイムマ C3 の、本物か偽物かってですね検証をしている、サイトが見つけましたので、それを見ながらですねこれから確認をしていこうかなと思います。はい、それではタイムは C3 です。外箱ですねこんな感じになっています。箱を開けて中身をですね出してみました。まずはですね合格証、こんな感じになっています。続きましてタイムは C3 をですね入れる袋、ここのですね、このロゴ、後でですね、真贋を、確かめるのにですね、ちょっとですね、また使います。続きまして、説明書。まあ、こんな感じで、多言語ですね。日本語もあります。日本語のところです。続きましてタイムは C3 の、本体です。本体と、なんとか回すところです。こんな感じになっています。最後にですね筆となります。タイムは C3 はですね水洗いができないので、筆を使ってですねコーヒーの、削りかすをですね取ってくださいって説明書に、書いてありました。続けてですね、タイムモア C3 の診断をですね、これから、確認をですね、していこうかなと思います。続きまして、タイムモア C3 のですね、診断の確認を、してみようと思います。ここのですね、タイムモア C3 の、QR コードがあって、下がですね、こんな感じで削れるんですけど、これを削って、ね、多分なんか数字かなんか出てくるんですけど、QR コードでですね、読み込んで、その数値を、入力すると多分、診断判定一発で出ると思うんですけど、まあ、それは一番最後にして、診断のですね、確認のポイントっての、これからですね、やっていこうかなと思います。まずはですね、外箱の、このタイムモアのところ、偽物はですね、ここのこのアイコンがないらしいんですね。アイコンは、ついてますね。続きまして、付属でですね、ついてきた、袋のですね、
こちらのこのタイムモアのロゴ、タイムモアはですね、この、E と、R のところがですね、ちょっとですね、こう突き出てるんですね。で、あと R のところも、こうなんとかすっきりしてるんじゃなくて、全角っていうか、全角っていうかゴシック体っていうか、ちょっとですね、ぐちゃっと太めって感じなんですけど、それをですね、ちょっと確認してみようと思います。E の真ん中のところが、ちょっと飛び出てますし、R のところもですね、飛び出てますし、E のところもですね、飛び出てますね。R も、レジスターマーク、R に丸がついてるところ。ここもですね、すっきりっていうんじゃなくて、なぜか太いって感じなんで、ここもですね、本物か偽物かって言ったら、本物ですね。続きまして、本体底の、タイムモアのロゴのところ、このタイムモアのタイムが M が N になっていたりするらしいんですけど、タイムモアって、書かれてますね。さらにですね、ロゴのこの、コーヒーが落ちるところの水滴にですね、白い点がついてるんですね。これもですね、ちゃんとついてますね。最後に本体上部の、この金属のところ、偽物はですね、ここのこの、金属のバリがですね、よく取れてないってらしいんですけど、見た感じですね、もう間違いなくすっきりとですね、取れてますね。まだですね、コーヒーは入れてないんですけど、今の段階でですね、僕はもうこれ、ほぼ間違いなく、本物だと思っています。まあ一応QR コードやりましょうかね。さあ、最後にですね、QR コード下の、この、削れるところをですね、削って、それで、QR コードでですね、認識っていうか認証を、やってみようと思います。はい、数字が出てきましたね。で、これを、カメラで、認識をして、はい、こんな感じになりました。じゃあこれでですね、数値入れてみますかね。CH4、はい、それではですね、QR コードを読み込んだサイトに、ここの下のですね、書かれている数値を、入力しています。それではですね、ちょっとボタンを押してみようと思います。さあ、どうなるか。正規の品って出ましたね。間違いなくですね、本物ですね。続きまして、せっかくなんでですね、コーヒー飲んでみたいですよね。というわけで、タイムモア C3 ですね。コーヒーを引いて、コーヒーをですね、飲んでみようと思います。さあ、それではですね、タイムモアの C3 を使って、コーヒーをですね、引いて、入れてみようと思います。今回のですね、コーヒー豆は今飲んでるのがこちらのこの、
カルディのバードフレンドリーダークローストをですね、飲んでるので、こちらを使おうと思います。カルディのバードフレンドリーダークロースト。入りはですね、深入りのコーヒーということになります。アイムマの C3 を使う前はですね、こちらのこのハリオのですね、スティックミルを使って、メモリーがですね、10の、中細引きで、使っていたんですけど、何回かですね、こちらのこのタイムモア C3 を使って、タイムモア C3 のハンドドリップのですね、目安が13から16クリックなんですけど、13クリックだとですね、ハリオの、コーヒーミルと比べてですね、ちょっと苦すぎるんで、で、15だとですね、まあそこそこだいぶに、濃さとか、苦味とか、似てきたなと思うんですけど、ちょっとですね、滑らかな感じがしたので、今回はですね、14クリックで、コーヒーをですね、入れてみようと思います。レシピはですね、コーヒー豆が 12.5 の、200抽出、お湯の温度はですね、83度になります。それでは、やってみようと思います。タイムモアの、C3 なんですけど、このタイムモア C3 をですね、引くのが早いので、今ここにですね、コーヒー豆を 12.5g 入れてるんですけど、これからですね、ちょっと引いてみようかなと思います。それじゃあ、行きます。こんな感じでですね、力もですね、こうあんまり入れなくて、すぐ引けますし、もうあっという間にですね、すぐですね、引き終わるんですね。それでは、コーヒーを入れてみようと思います。83度に、なりましたことですし、これからですね、お湯を注ごうと思います。お湯を注ぐ前にですね、この、タイムは C3 でコーヒー豆を引いたんですけど、もう見事なぐらいですね、均一にコーヒー豆がですね、引けてるって感じなんですよね。ここはですね、すごいなって思いました。それではですね、お湯を注ごうと思います。まずは、蒸らし。まずは、1回目。続けて2回目。
最後ですね、規定の量までお湯を注いで終わりにしようと思います。できました。タイムモアの、C3 で引いたカルディの、バードフレンドリー、ダークローストで作ったブラックコーヒーです。それでは、カルディバードフレンドリーダークローストですね、いただいてみようと思います。それではいただきます。ドンピシャって、感じですね。なかなかですね、美味しいです。タイムモアの、C3、いつも使ってるですね、ハリオの、セラミックミルと比べるとですね、なんかちょっと、スッキリさが増したような感じもあるんですけど、なかなかですね、美味しくですね、コーヒーを飲むことができました。4000円でですね、買えればもうかなりですね、上出来ですね。これからも、タイムマーの C3 をですね、愛用して、使い続けようかなと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。